こんにちは。コンテックテクニカルサポートセンターの天堤です。よろしくお願いします。さて、今回は IoT 化への道、コンプロシス VTC 編と題して、コンプロシスの主機能の一つである VTC についてご覧いただこうと思います。簡単な制御を行ったり、上位へ送るデータファイルを作成することができ、軽微な通信処理を組むこともできます。この動画ではまず、スイッチ入力でランプ出力を変化する処理の作成を通して、操作とデバッグ方法を体験していただきます。また、上位へデータを送信するために活躍するタイマー部品やファイル作成部品を見ていただき、ファイル作成するためのタスクをご覧いただきます。開発環境をインストールする必要もなく、簡単にご使用いただけると感じていただければと思います。タスクエディター画面を起動します。デバイスから入力を行います。入力部品をドラッグ&ドロップで置いて、プロパティから DI2 をつなぎ、タグ0に入力します。その入力の判定を行います。判定式を設定します。1か1でないかで判定を行います。次に判定結果をもとに DA を0へ出力します。出力の部品を持ってきて、それと出力値の乗数を設定する乗数設定を持ってきます。出力値はタグ1に入れておくようにします。そして出力部品で出力先のデバイスに DA を0を選択し、タグ1から出力するようにします。出力した後は先頭に戻ってループするため、ジャンプ部品を呼び出して、ジャンプ先にリターンを選択します。これで開始位置の0の0へ戻る指定になります。次に入力値が1だった場合の処理を作ります。コピー&ペーストして出力値を1にします。三角の矢印の方向へ処理が実行されるので、次のステップの方向を設定します。これで出来上がりました。リターンまで来ると開始位置の0の0へ戻り、ループした処理を実行します。作成した後は保存が必要です。ファイルのタスク保存から保存してください。今は RAM 上の保存までにしておきますが、ROM への保存も忘れないように行ってください。次に作った処理の動作を確認します。表示のデバッグを呼び出してください。デバッグ実行を行います。これで一部品ずつ動作しているのを見ることができます。条件分岐で入力値が1でないと判定しているのが確認できます。それでは入力値を変えてみましょう。このように条件分岐で入力値が1と判定し、実行する方向が変わりました。そして DO の出力によりランプが点灯しました。スイッチの入力に応じて判定により分岐し、出力が変わることがご覧いただけます。今、デバッグ実行しているので、応答が遅いのを覚えておいてください。次に、表示のステータスをご覧ください。ここでは、タスクの実行状態をご確認いただけます。タスク0は、0の2の位置で止まっています。再起動するため、実行します。このように動作しているのがわかります。ここが0ミリセックになっていますが、0の0へ制御が戻ってくるまでの時間が表示されます。ここでタスクの動作周期をご確認いただくことができます。今作成した処理は数ミリ秒しかかかっていない状態です。スイッチの入力に即応答して、DAO が出力されるのをご確認いただけます。このように VTC のタスクを作成していただくことになります。VTC でタスクを作成するには、入出力部品、演算部品、フロー制御部品、時間関連部品、文字列操作部品、通信部品、ファイル操作部品、これらを使用して作成していきます。ヘルプをご参照いただくことで、使用方法をご確認いただくことができます。
定期的にデータを取得するためにはタイマー部品を使用します。プロパティで実行する時間を設定します。この時間をアスタリスクにすることで毎時実行を行います。まだ指定時間にならない場合はウェイトするようにします。同様に毎分実行が行えます。毎秒実行も行えます。これがタイマーで指定できる最小の単位となります。カレンダー部品を使用することで毎月1日に実行することもできます。またこのように毎月曜日に実行することもできます。ファイル作成にはログ部品を使用します。CSV フォーマットのファイルを作成するのに最適化されています。プロパティで書き込み先のファイルを指定します。どのタグの値をファイルに書き込むかを選択します。また、値の後にカンマやキャリッジリターンラインフィードを指定して追記します。次に一括ログです。プロパティでファイルを指定し、終端をカンマにするか、キャリッジリターンラインフィードにするかを指定します。ログするタグはタグと L タグから指定でき、タグの開始番号を設定し、何個のデータを書き出すかを指定します。データの間はカンマが入ります。同様に文字列の S タグをログする部品もあります。ゲートウェイ部品では PLC から読み出したデータを格納するモドバス入力レジスターからログを出力する部品もあります。またファイルからタグやモドバス入力レジスターに読み出す部品も準備されています。このような部品を使用してコンプロセスにおける代表的な定期的に CSV ファイルを作成し FTP 等で上位へ送信するタスクをこのように組むことができます。このタスクの組み方につきましては IoT 化への道コンプロセス FTP 編をご覧ください。このように VTC を使用して簡易的な制御を行ったり上位へ送るデータファイルを作成することが簡単に行えます。ご活用いただければと思います。ご清聴ありがとうございました。